こんにちは。今日はなんか作業があるみたいです。顔顔。あ、着いた。じゃ、こんにちは。今日は何ですか。今日はね。はい。このハウス内のハウス、はい、うね上げをうね上げしていきます。うね上げ、うね上げ、はい。で、まっすぐうねを上げる方法、まっすぐ、ああ、はいはい、ちょっと紹介していこうかなと。まっすぐ綺麗にそうそうそう、うねを上げる方法ですね、うん、やっていきたいと思います。はい、はい。はいはいはい。で、まっすぐ畝を上げるには、はい、まあ、ある程度準備はしてるんですね、これ。ああ、うん、線かなんかこう引っ張ってあります、ね。うん、畝を上げたいところに杭を打ちます。杭を打ちます、うん、杭をですね、はい、うん、上げたい、畝を上げたいところに、うん、上げたいところに、向こうにも、はい、もう打ってあります、同じ位置に、うん、はい。それにバインダー紐、ああ、紐ですね、これ、うん、はい、バインダー紐を貼ります。貼って、はい、うん、で、これからどうするかというと、はい、踏んで歩きます。踏んで歩く、うん、この線を、紐を線、はあ、はあ、踏んで歩きます。足で、足で、足で、はい。ちょっと言っても分かるように、ちょっとやってみましょうかね。やってみましょう、はい、線の上を踏んでいく。あー、なるほど、印っていうか、うん、紐が土の中に入るので上げます。はい、まだちょっと土に線がこう入ってきます。なるほど、足に肩がついて、そうそう、一周こうやってくる。ああ、ぐるっと一周。バインダー紐を外して横に避ける。ああ、そうですね、反対側。わかるかな。わかりますね。わかる、わかりますね。こんな感じで、これこう、あ、じゃけん、これ足で踏めば、そう、なんか石灰巻いたりとか、そう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 、そう、ね、変な印つけずに、うん、これを考えたのはね、はい、我らが吉典さんなんです。吉典さん、あ、吉典、ベテラン、ベテラン吉典先生なんですよ。長老吉典。何かしよる人もおるけど、し始めたのは吉典さん。吉典さん、ほん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 、すごいよね。すごいですね。今まではそれ、収納ではもうこうなんか石灰を線の上に、そうそうそう、置いてってするみたいな感じだったらしい。時間かかるですよね。時間かかる、うん、これだったらもうね、余計な、そうですね、もう石灰もいらないし、そうですね、うん、うん、印がついてるんで、足跡が、足跡で一瞬でも印もついてる。そうですね、うん、じゃあが効率がいいですね。そうそうそう、よし、やっていきます。まずは、運転。おい。これがクラッチ。これがロータリー。これが、主変速のギアになります。
ど踏んだ、線がここにあるんですけど、これをこの中心に合わせながら、進んでいきます。ロータリークラッチを上げます。はい、まっすぐ腕を上げる方法やっていきました。このように綺麗にですね、まっすぐ上げることができました。この後、ちょっとベッドの方を鳴らしてですね、マルチを張って、竹を立てていくんですが、その工程もですね、ちょっと撮っていきたいと思いますので、次回楽しみに待っててください。これ見てですね、もっといい方法があるよとか、こんな方法もありますよっていう、意見がありましたら、ぜひコメント欄の方に、どしどし書いていただけたらありがたいと思います。それでは、胸上げまっすぐ立てる方法でした。バイバイ。